スイス国鉄リオ4、4法型1103号機、標準塗装スイス国鉄リオ4、4法型1101号機、SBB 試験塗装機スイス南東鉄道リン446系、ソブ塗装機スイス国鉄リン440系電気、機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線用に製造され、現在では、スイス南東鉄道のン446型として、 使用されている電気機関車である。1970から80年代のスイス国鉄では1964年以降、約20年にわたり約400両が製造された、リオン、42型、リオン、43型が主力として使用されていたが、スピードアップと牽引力の増強を図って、客貨療養、勾配、平タンク完了容器として開発され、 1982年に四両が、リオン、4法型1101から1104号機として、試作されたのが本機である。サイレス体操制御と新型の台車により1時間定格 214KN、最大 324KN の牽引力と、時速 160km の最高速度を特徴とする万能機であり、製造は、車体、機械部分、台車を、 SLM、SL 電気部分、主電動機を BBC が担当している。しかし、本機の性能は1964年製のベルン・ヘレッチュベルク・シンプロン鉄道のリオン、4型と大差ない程度のものであったことや、その後スイス国鉄では1987年にバーン2000計画の推進が決定され、次世代の電気機関車は、時速 200km 走行が可能な、 高出力機することとなったことから、本機の量産は見送られることとなり、つなぎとして、リオン、42型が1985年まで製造されたり、1927から34年製のアイオン、7型が1990年代まで、ほぼ全機使用されたりすることとなった。その後4両体制のままスイス国鉄で使用され、UIC 方式のリ440型となったが、 1995-96年には、スイス南東鉄道へ、同鉄道手持ちのリオン、4 3型と交換する形で、譲渡されている。また、本機を使用して、高速運転試験も実施され、1987年には、時速 188km を記録しており、バーン2000計画によるリオン160系の開発に際しては、各種試験に使用され、 終電装置の減車試験も実施されている。なお、本機の開発要件、性能要件は以下の通り、各機体の基板と SLM 基板、製造年月日は以下の通りに446系、広告塗装機。ありがとうございます。